人の目がかなり気になっちゃって、もともと結構人の気持ちを深読みしてしまう癖があって、こうなんか本当はどう思ってるんだろうみたいな感じで。こう話すのは HSC だという17歳の高校生。中学1年生の時に不登校になり、中学2年生から大分市のフリースクールに通っています。私嫌われてるのかなとかをかなり強く考えちゃうようになって行けなくなっちゃってみたいな。実際には言われてないけど、こう嫌いなのかな、嫌われてるのかなみたいなのが思って不安になってしまって。不登校の子どもたちの心理カウンセリングなどを行っているクリニックです。 HSC の子どもたちの相談が最近増えているそうですが、医師は HSC は病気ではないと指摘します。よく言われるのは過敏なお子さんってですね、どうしても他人の目が気になるとか、他人にどう思われているのかっていうのが気になる、そういうお子さんが最近やっぱ多いのは事実です。やっぱりそういう困りを抱えている方は増えていると思いますし、で、あとは気づかれやすくなってきた。じゃあここら辺から倒れたじゃん。でもいけるね。ここなら多分小学生だと思うけど。集団行動や人前で喋るのが苦手だったという彼女。今は来月に迫ったイベントの準備に励んでいます。フリースクールに通うようになり変わったと話します。すごい楽しいですね。いろんな人と分け隔てなく話すようにはなったかも。フリースクールの代表は、 HSC は敏感な気質のため他人に対して優しい面もあると言います。敏感で辛いと思うんですけど、それをうまく活かせば自分の強みにもなるし、人のために動くことができたりするのはやっぱかなり変わってくるかなと思います。彼女はやっぱすごく成長して、人のために何をしたらいいのかっていうのを考えられるようになったっていうのは大きな成長だと思います。フリースクールでは積極的に年下の子どもたちとも交流しているという彼女。同じような特徴を持つ人へ伝えたいことを聞きました。人の目が気になったりとか、不安になっちゃって嫌われてないかなとか思うことあると思うんですけど、別に悪いことではないので、全然むしろこうなんていうのかな、それは本人の優しさではあるので、もう大丈夫だよって言ってあげたいですね。皆さんの周りにも HSC の特徴に悩む子どもたちがいるかもしれません。今回取材させていただいたクリニックの山口医師は、敏感な気質により生活に支障が出ている場合は HSC の可能性があると思ってほしいと話しています。医師によりますと、 HSC の子どもは音に敏感な子が多いそうで、例えば学校の生活の中では音楽の時間や運動会、そして給食の時間が苦手ということがあるそうです。その場合どのように対応してあげればよいのでしょうか。医師は、その子どもが苦手としていることについてはそのうち慣れるだろうなどと無理をさせることではなくて、学校と話をして配慮してもらうことも必要だと言います。また以前に比べ HSC に対する認知は広まりつつあるものの、わがままなどと捉えられることもあるため周囲の理解が大切だと話していました。